はい、こんにちは。今回は自宅で内転筋を鍛えるワイドスクワットをこのトレーニングチューブを使ってやっていきます。内転筋というのは内股の筋肉なので、まあこうやって足をこの内転っていうんですけど、閉じるような動作、こういう動作ですね。これで内転筋っていうのは使われるんですけども、実は内転筋って、まあ内転筋っていうか内転筋群っていって、すごい細かい筋肉がたくさん、集合した状態なんですけども、この骨盤の中側にもかなりつながっているんですね。ということは、この股関節を屈曲する、伸展する動きでも、内転筋っていうのは意外と使われているんです。ということは、このただこう内転するだけではなくて、股関節を屈曲、伸展する動きも組み合わせた方が内転筋を鍛えるには効率がいい。つまり内転筋を鍛えるにはワイドスクワットが一番いいということが言えます。では実際にワイドスクワットをこのチューブでやってみます。ワイドだから結構こうやって足を開くんですけども、この下にチューブを入れて固定します。でチューブは結構短めにした方が効きます。このぐらいですね。でポイントは足を開いて、つま先をやや外側にハの字に開いて、膝が同じ方向で曲がることですね。膝とつま先の方向が同じになること。こうなっちゃダメです。こうすると膝痛めます。これでもダメ。そしてチューブをこう持ったら、ワイドスクワット、ワイドスモーデッドリフトに結構近いようなスクワットになります。このような形で一回一回この股関節をかなりストレッチするようなところまで伸ばしていって、ググッとこう持ち上げていくと、内股が今結構バーンしてる感じがありますね。まあ、こういった形で自宅でも内転筋はしっかり鍛えることができます。この太ももとハムストリングスと内転筋をバランスよく鍛えるっていうことが下半身の強化に大切なので、こういった形で取り組んでみてください。